今日はですね、令和5年5月27日ね、土曜日ね、15時54分回ったところでございます。夜勤連勤でね、7連勤で今日4日目が終わって、ちょっと真ん中終わったんでね、朝飯食ってちょっと回したからね、また近所にジャグラー行ってんけどね、やられたわ、遠隔やられたわ、遠隔か顔認証と遠隔やられたわ。4万5千円突っ込んで、ジャグラーだけでよ。ジャグラーだけで4万5千円売って、レギュラー3回のみ。ノービック。さすがやな、ミスター行くのでん。やられたわ。顔認証と遠隔。こいつ、座ったら揃えへん。どの台何を売っても、全くペカらず。3回ペカって全部レギュラー。恐ろしいわ。で、違う店ちゃちゃっと行ったらね、1000円でペカったや。1000円でペカってまたレギュラーやってんけど、全のまれして追加して、ね、ジャグレン内で、ビッグビッグ。そこでビッグ。ね、レギュビッグビッグ、レギュビッグ。で、単発ビッグ。で、ビッグ横合い引いた。トータル4万7000円投資して、ビッグ4回だけ。勝てるか、そんなもん。勝てるか。もうびっくりするわ。ビッグじゃなくてびっくりするわ。だから今日は、向こうでレギュラー3回でしょ。こっちでビッグ4回のレギュラーが、2回。2回か。だから、4万7000円投資して、ビッグ4回、レギュラー5回。勝てるわけねえだろ。まるまる出玉があったとしても、1万円の、2万円で3万円、4万7000円。それでも1万7000円負けてるわ。ということでね、今日は総投資4万7000円。回収が8000円でね、マイナス3万9000円。もう勝てねえよ、今日は。もう、設定位置とかじゃないね、あれは。もう完全な遠隔。もうこいつ出す、こいつ出せへん、みたいな。ということでね、5月ね、15勝11敗1分け、ね、プラス6万6000円。まあ、勝てるんでね、ジャグラーだけ打っときゃ。おとなしくジャグラーだけ打っときゃね。たまにこっそりホクト打ってるけど、ジャグラーだけ打っときゃ勝てるんでね。今日もほんまはね、ホクト3000打ってんけどね。だから、まあ、純粋にジャグラーに投資したのは4万4000。まあいいや、3000ぐらい。ということでね、ジャグラー簡単なんで。まあ、もう明日やめとこうかな。もうさすがに、米ぜひすぎでしょ。27回行ってるからね。5月1日から今日まで休みなしで毎日いてるからね。もう明日はやめとこうかな。まあ明日も、今日も夜勤、明日も夜勤なんでね。ちょっと寝ます。ありがとうございました。いや、ジャグラー簡単だわ。レクサス買えるわ。